あ小玉、水葉川にいたんじゃなかったの？さっき戻ったのよ。杏花は新人の相手。杏花、ご苦労様。君は面倒見がいいから新入隊員たちも安心だろう。吹雪連隊長にそう言ってもらえるなんて光栄だわ。カサネとナオミだね。最初の任務にカラスが湧いたそうで、すまなかった。なぜ吹雪連隊長が謝るんですか？そっちに向かったカラスたちはもともと嵐姉さんの番記者だからね。なんとなく申し訳なくて。そうですか。訓練生時代の成績は知っている。二人とも素晴らしい超能力の持ち主だね。いろいろ外野がうるさいかもしれないが、振り回されず頑張ってくれ。期待しているよ。よかったわね、二人とも。はい、頑張ろうね、カサネちゃん。よかったな。だって吹雪連隊長はセプテントリオンの軍二等なんだよ。そんな人に期待されるってすごいことだよ。そう、お姉ちゃんを認めてくれたのなら吹雪連隊長もいい人なのね。おかえりなさい。窓から隊長たちの姿が見えたから迎えに来ました。はるかに戦果報告をして任務完了よ。これ以後は自由行動よ。訓練するなり討伐に出るなり好きにして構わないわ。もちろん休むのも仕事のうちよ。でもあんまりぼんやりしてると腕がなまっちゃうから気をつけて。すぐに救援に向かうわ。隊長、私も行きます。私も。でも、いえ、そうね。だったら重ね、一緒に来て。ナオミは遥かと一緒にサポートをお願い。私も行けます。いえ、ダメよ。もしかしてランドールの家から何か言われているんですか？いいえ、あなたはさっきまでの訓練で疲れているから休んだ方がいいという判断よ。カサネはまだ気力が充実しているから。わかるわね。はい。それじゃあ、菊池場へ向かいましょう。今、救援信号が発信された場所の位置情報を送ったわ。カゲロウはそこにいるはずよ。確認した。カサネ、急いで向かいましょう。了解。なかなかいいものが手に入ったわよ。
うまく使ってね。何かあるわ。私の複製能力を使うのよ。お守り代わりにしてね。今みたいな火の攻撃で体が燃えてしまったら徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。隊長、ナオミを連れてこなかったのはやはりランドール家からの要請なのでしょうか。総合的な判断よ。一番は体力面ね。ナオミに連続出動は危
険だと判断したわ。総合的ね。隊長は立場上はっきり言えないんでしょうけど、圧力があることは明らかだわ。こんなところに私強くなってる。次は かくれんぼかよ。厄介な相手だぜ。影の今助けるわ。教科お姉様、マジ助かるわ。一人だと手に余ってたところだ。重ね、行くわよ。了解。上手に使ってくれよ。まず終わりしちゃう。頼もしい2人が来てくれたからもう安心だな。俺はヘトヘト。ちょっと休憩してていい？ふざけてると死ぬわよ。自分の身は自分で守ってる。やるじゃねえの。重大会議ね。重ねと私で応戦。カビロンは援護して。そういう厳しいところもたまらないな、お姉様。しゃあね、もう一つ踏んでするか。仮に隠れられるとしても足も出ないわね。こっちも姿を消して様子を伺ってみて。厳しい。二人ともありがとう。ほんと地獄に仏とはこのことだわ。どうしてこんなところにいたの？いや、この辺りで因縁のある怪異を見たような気がしてさ。一人で覗きに来たらこの有様、かっこ悪いのなんの。お、それよりうちの隊長を探さないと。俺を助けに来てくれてヤバげな怪異を引きつけてくれたんだ。
瀬戸さんもここにいるんですか？そういうこと。悪いけどもうちょっと力を貸してくれ。隊長を見捨てるわけにはいかないからな。ええ、追いかけましょう。セプテントリオンだからそう簡単にやられることはないと思うけれどね。菊千葉はね、5年ほど前に怪異の襲撃を受けて急に放棄されることになった町なのよ。空に見えるビジョンは投影装置の故障らしいわ。危なかったわ。ね、今日か。それにカゲロウと重ねか。この辺りは危険だ。どうも渡月方面で怪異の数が増えているみたいだぞ。重ね！やめろやめろ。お前の褒め言葉は何か嘘くさい。重ね、怪我は？あ、大丈夫です。よし、怪我がなくてよかった。あら、よくないわよ。セット、背中から出血してるわ。かすり傷だ。私をかばったせいですね。すみません。いや、これは俺が未熟なせいだ。気にすることはない。どれどれ。隊長、これはまずいわ。どこかで手当てしようぜ。でもこの辺りは安全とは言えないわ。ルカがいれば転移してもらえるのだけど。あの、この近くにランドールの家が渡月に向かうときに利用していた緊急避難所があります。あそこなら安全です。今位置データを送りますね。お、こいつは助かるな。隊長、教科お姉様、行きましょう。悪いな。案内します。ここがランドール家の避難ユニットか。お金持ちは避難所も快適なんだな。いい場所だな。アジトにすれば任務がはかどりそうだ。アジトというのは？ああ、重ねは知らないか。本部とは別に各班が独自に持つセーフハウスのことをアジトと言うんだ。今回みたいに負傷したけど本部が遠い時とか、任務の合間に補給や休息を取るのに使う中継地点よ。いわゆる秘密基地ね。あ、そうだ、今日からここを強化隊のアジトにできないかしら。
強化お姉様は時々とんでもないことを言うな。このセーフハウスは民間人の持ち物だぜ。構いません、ランドールのセーフハウスは腐るほどありますから。それより医療キットがありました。瀬戸さん、治療しますので背中を。かなり深い傷だったわね。治療場所があってよかったわ。すまないな、手間をかけさせて。カサネちゃん、あんまり人の治療とかしたことないでしょう。何か変だった？いや、たどたどしいというか、なんというか、手とか震えてたし、案外普通の女の子なのね。すみません、瀬戸さん、手際が悪くて、あまりこういう経験はなくて、どちらかというと自分が怪我をする方なので。姉はこういうのが得意なんですけど。あら、ランドール家のお嬢様はジャジャ馬だったのね。いえ、私は幼女なのでランドール家の一員としてカウントされたことはありません。カサネ、ごめんなさいね。私、余計なことを言ってしまったわ。ま、どこの家もいろいろあるさ。俺なんて都月からの移民だし、アダルト入隊だし、まあいろいろ複雑よ。アダルト？大人になってからスカウトされた海抜軍ってこと。志願兵と同じでエリートからはつまはじきだからな。おいおい、俺はカゲロウをつまはじきにしたことはないぞ。だから隊長が好きなんですよ。また調子のいいことを。それより重ね、治療してくれてありがとな。はい。せっかくだからここで少し休ませてもらいましょう。瀬戸の出血が収まるまでは動かない方がいいわ。ラッキー、早速昼寝でもしよっかな。そうだ、因縁の怪異とやらは見つかったのか？それどころじゃなかったんですって。重大怪異2匹に襲われたんだから。そうか。それにしてもお前がそんな調子だったら弁償してもらおうかね。え？何をですか？カレン連隊長からセプテントリオン入りの記念にもらった万年筆を菊池場で落としちまったみたいなんだよ。え？隊長の万年筆って、あのプラチナの飾りがついた高そうなやつですよね。そうそう、それだ。カゲロウの貯金で何とかしてくれるか？隊長、無理っす。はははは、冗談だよ。大事なものだから持ち歩かない方がいいんだが、手元にないと落ち着かなくてな。失敗したよ。ん？どうした、カサネ？あ、いえ、自分のせいで負傷者が出たのは初めてなので。だからそんなに気にするなって。よし、俺も休ませてもらうぞ。あ、ナオミ・ランドールです。失礼します。ナオミ、わざわざありがとうね。俺の怪我のせいで買い出しをやらせてしまってすまないな。いえ、大丈夫です。このユニットは長いこと使っていなかったので物資も不足していましたよね。ご不便をおかけしてすみません。ナオミが謝ることじゃないだろう。そうよ、私たちが勝手にお邪魔しているんだから。お姉ちゃん、ありがとう。ううん、カサネちゃんが私に頼み事してくれるなんてすごく嬉しい。ナオミは妹を甘やかしすぎじゃないか？だって目に入れても痛くないほど可愛いんだもん。お姉ちゃん。そいつは良かったな。あら、シデンたら、そんな寂しそうな顔をしないで。私もシデンのこととっても可愛いと思っているわよ。
別にそんな顔はしてないシデン、ここでうまくやっているようでよかったよ。悪かったな、うちの班に転属願いを出してたのに受け入れてやれなくて。瀬戸さん、転属願い、そんなものがあるならお姉ちゃんと一緒に、一緒にどうしようと思ったのかしら。別にこのままでいいのに。また重大怪異を倒したからって調子に乗るなよ。別に乗ってないわ。瀬戸さんがいるなら僕が助けに行ったのに、どうしてカサネが。ユイトからメッセージが届いた。一応確認した方が良さそうね。ユイトからの呼び出し。それに菊千葉なら瀬戸さんの万年筆も探せるかも。来てくれたんだね、ありがとう。それでメッセージで書いたことなんだけど。あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。あはは、ありがとう。でも悪いけれど、私の話からさせてもらうわ。え、カサネの話？あなた、好きな人はいるの？え、具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ。どうしてそんなことを聞くんだ？お姉ちゃんの気持ちを悟られたらユイトがつけ上がるわね。お姉ちゃんに好かれて嬉しくない人間なんていないもの。心情調査よ。もしかしてそのために俺の呼び出しに応じてくれたのか？もちろんそれだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。
ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を笠音が探してるんだ？なんで？なんでかしら。やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。え？変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。協力して、ユイト。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。なかなかいいものが手に入ったわよ。Huh?
筆、万年筆。ないなぁ。よし、もっと奥の方も探してみるか。レル、なんだかリーダーシップの形よりユリタの方が真剣に探してくれてるみたい。あなたって人がいい。できれば人がいいよ。おとなしくして。もらった。いい人の方が、あ、いや、いい人ってのもなんか残念な感じなのかも。